ウェイティング公演やるの？何ウェイティング公演って？待機中の公演的な？そうなの？私何をしようと思って、あ、携帯を開いたか思い出した。メールを、お休みメールを作っとこうと思って、今のうちに55分から見始める。で、その間にメールが作れないので、今のうちに作っとこうと思って。もう私はセット完了、完全にもう今も CM も見終わった状態。こんばんは。すごい、全然なんかコメント全然動かないじゃんと思ったら止まってた。ビーグルさん、ハートありがとうございます。もう完全に寝る気満々の橋本見て。でもまだ眠くなるまでは寝ない。僕隊もやんなきゃだし。髪の毛抜けた。1、2、握手会、握手会波動。僕隊テレ東ってので止めとけばいい。テレ東ってどういうことだ。今ね、真っ白の画面のはず。みんな正しければ再生してちゃんと一回 CM 見て止める。でもほんとただ見るだけの配信、マジでこれもう疲れてるから。もうみんなも疲れてるから、今日一日ね握手会あったし、みんなも昨日も握手会だったし。マックミックさん、赤バラありがとうございます。そうだ、アイテムいただきがなくなったんですよね。クッキーイベント終わっちゃったから。そうだから忘れる、いつもアイテムいただきを待っちゃう。明日いつお話し会じゃないよ、なんだっけ、ショールームしよう。
ちょっと午前中に1回やって、もし時間あったら波動の本番前にちょっとやって、で元気そうだったりとかしたら夜やるわ。え、もし最下位になったらさ夜配信しながらスーパーボール詰めていいのかなそれぐらい許してほしいよね本当。本当そう。もしも再会、まあ、再会になんてなることはないんですけど、もしも再会になったらそれぐらい許してほしい。カロポックルさんハートありがとうございます。本当に小田入りも毎日配信してるでしょ。ももちゃんもしてる人でしょ。よしよし、みんなでやろうひーちゃんだけちょっとごめんだけど、一緒にちょっと映ってもらって、まあ、映んなくてもいいんだけどもうこっちが勝手にオンエアする、オンエアされないから、こっちが勝手にオンエアしちゃう。めっちゃおもろい。ということで、それでは、待って、まだおやすが遅れてない。よし、おやす OK、 完璧なので、それでは今から見ていきたいと思います。いきまーす。一斉のデデ押すんで、デデ押してくださいいっせーので、テレ東、お、走ってる。すっごいなんかあれみたい、めっちゃドキュメンタリーみたい。めっちゃドキュメンタリー風。ついに完全決着。くっそーおもろい。めぐー、すごい、なんかじゃなければ好きだと伝えられるのに、初めての切なさどうやって隠せばいい、もうすべてをす、あれ、キャンピース、もう私はさ声が出ないから、もうとりあえず動きで盛り上げてるでも疲れてる、もう一日やってるから本当に、てってれてれってってってテレレレレテテレレレレテ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 テレレレレレテ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 テレ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 テテテテテテレレ、あ、すっごい楽しそう。ハルピョン23歳とか書かないでほしい書かないでほしい、23歳とかやめて。頑張れ頑張れハルピョン。え、すごい、ハルピョンめっちゃ速い、フラフープすっごい。でもこれマジ嫌い、マジ嫌いとか言っちゃった。
ちゃん。もう手が震えてた、ずっと。ずっと手が震えてた。頑張れ、頑張れ、頑張れ。やばい、やばい。イエーイ。ゴールがどこか分かんなくてさ、一生走ってたうち。イエーイ、2位でした。あやみフライングしてた。これはじゃんけんでインコースとか決めました。私フラフープめっちゃ得意なんですよ。そう、見てる人は分かったと思うけど、いや、ほんとコップがさ、ずっと手震えてた、すごい。え、ミズミめっちゃ上手、すごい。え、めっちゃすごい。え、待って、コップ拾ってくれてるじゃん、くるちゃんの時。私の時全然コップスタッフさん拾ってくれなくて。そう、でもくるちゃんの拾ってあげてた。ずるい、ずるい。私落として全然ひどい。ずるいよ。ずるいよ。これは悲しい。これは悲しい。あ、グラビア推しか、くるちゃんの。かわいい。任せてください。大好き、さこゆめみ、かわいい。今日もいっぱいさこゆめみって呼んだ。さこゆめみって、今日もいっぱい名前呼んだ。ちゃうやん。やばい、ガチの人がいる。レミタン、ガチソフトボール部。かっけえさ、こういう夢見。いいよ。すごい。飛んでる。やばい。レミちゃんやばい。めっちゃおもろい。レミちゃんめっちゃおもろい。ドテドテじゃん。
だったんだろう。一待って、一二転びます、三四やばい、5回しか回ってない。めっちゃおもろい。もううちらが後ろで数えるっていう情熱ストロベリーは。え、いいのこれ、ダメでしょ。ほら後ろで情熱ストロベリーは後ろで数えてんの。怪しい怪しい怪しいです、レミタン怪しいです。エリちゃん、エリちゃん頑張れ。サコちゃん前髪やばい。おもろい。手足が長いからだ、きっと。しょうがない、手足が長いから。さこゆめみ、めっちゃおもろい。本当におもろい、可愛すぎる。さこゆめみやばいって。いや多分手足が長いから回りづらい。イエーイ、絶対弱い。絶対弱い。これは選出、もうとりあえずズンちゃんが行くって言ったから、最初がズンちゃんで、もう一人はリーダー行っちゃえってなって、新井ちゃんが行ってくれました。チーム優勝今最下位なの、やばい。どういうこと？足で作った借りは尻で返せるか。16期対決。頑張れ！あ、やばい、あ、やばい、あ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 、悲しい。ナンスノさんありがとう、頑張ります。そりゃそう、すごいよね。前日にさ、普通に高校のさ体育大会やってさ、次の日も体育大会とか、マジやばい、すごい、若いってすごい。あ、強っ。
強っ、めっちゃ強っ足腰が強そう。レミタンソフトボールやってたからじゃない、やっぱ重心落とすじゃん、足腰強そう。頑張れさえちゃん、頑張れ。頑張れさえちゃん。あ、やばい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 、スカンドルやん。それだけ言ってた情熱ストロベリー。これ組み合わせ次第ではさ、マジ全然違う結果ですよね。まあ多分赤は負けるけど赤は負けるけど、すっごい。赤は負けるよ。おー強い、すっごい。メグさん経験者ではないんだよ、シリーズも経験者ではないんだよ、別にプロレスだよ経験なのは。確かに2人とも落ちそう。すごいすごいガチ。よくわからんのよもうそれは。でもお尻で言うと私もいいお尻してると思うんですけどね、足腰の弱さはちょっと弱いです。早っ早っ早っぬるっと、すっごいぬるっと終わってる。かわいいくるちゃん、すっごいぬるっと終わったよ。だって多分さ、いやでもどうなんだろう、真帆ちゃんとクルちゃんが戦ったらどうだったんだろう。あーセリちゃんセリちゃん、頑張れ私立も。頑張れ。すごいくるちゃん急に急に開花してるやん。だってメグさん足も速いってことですよね。すごっ。
毎年開催。確かにでも楽しかった。強い強い。めっちゃ強すごい負けました。あ、待って、おやすメール送ってない。作ったのに。作ったのに。10時になったら送信しようと思ってたのに、ずっと見てた。朝送るね、ごめん、やらかした。どうせ真帆ちゃんだよって言ってた、うちらどうせ真帆ちゃんだよ。ねえ最悪、明日絶対朝送るね。ですよねー、ですよねえ、うちの新井さんも活躍したと思うんですけどね。ガチすぎる、ガチすぎる。何の涙なの。涙なの、みんな、みんな何の涙なの。あ、やばい、思いますだから。でもゆきりんさんずっと言ってるけど、うちこれ思いますだから大丈夫、思ってるだけだから。タラちゃん、振り返るのよ、努力したとか頑張ってとか口にする。また真帆ちゃんやん、大森真帆会。ここでどうだ、ここでどうだ。ほんとだ、めっちゃスペシャルメンバー、すっごい。はい、これみんな携帯でエナジー送ってるってこと？かわいい、かわいい、みんな。かわいい、みんな。スキップしてみる？みんなかわいい。すごい、ゆりさん。ドボンされた。あ、横から。私明日シールドプレイヤーじゃない、やだな。でも多分シールドになりそう。シールドはあんま
あんまもうやだ本当は攻撃になりたい。すっごい。もうなんかシールド飽きちゃったシールド飽きちゃった。ボーナスタイムやってるよ。勝負ないぞ。うわすごい。いや、まほちゃんはね、シールドがあれば強い、マジで。シールドなくても強いんだけど、そう、シールドあったらマジ最強になる。一緒にやってて思った。あ、やばい、私それしたらバーストしちゃうよ。ありがとうバーストするとこ CM 入ってる今。開けた CM。 お、すっごいすっごい。お、すっごい。ゆりさんマジでやっぱ強いんだね。ボーナスタイムやってる。勝負に出よう。対戦。あ、ダイジェスト。さよならガチしたんだ。おめでとう。よーし、上がっちゃうぞ。かわいいメグさん。メグさんシリーズも考えてんのやばい。チームランウェイでシリーズもやるのやばい。かわいいメグさん。ということで無事体育祭終わりまして。情熱ストロペリーは何位だったんだろう。結局3位かな多分。チーム優勝も0ポイントのはずだから、それまでの点数でチーム優勝には勝ってたので3位。まあ頑張ったんじゃないですかまあまあ、いやね、足はめっちゃ速い。うちら集まったって感じ。そう。でもちょっと力パワーがなかった。パワー系がちょっとゼロすぎたね。うちら。しょうがない。楽しかった。情熱ストロベ。だってこれのおかげでさこちゃんとさこゆめみと喋るようになったし。そう、新井ちゃんともちょっと喋るようになったし、だからオッケー。もともと参加する予定なかったんですけど、こちらちょっといろいろあって参加できてよかったです。イエイ、ありがとうございました。情熱ストロペリー。あれ？この間波動の。あれ？あった。頑張ります。ダパン。
ということで、それでは終わり。ランキング読むよ。終わりだよ。この後もドボンはし続ける。さっきドライヤーしながらドボンしながら YouTube 見てたんだけど、ちょっと面白いやつ見つけちゃった。クイズノックさんの動画でだからやばい。それ見て、僕隊見て、ちょっと頑張るね。なので今日もこの後もドボンしてるので、ぜひ対戦しましょう。ということで、それでは最後にランキングを読んで終わります。明日頑張る波動、え、てか頑張るっていうか、みんなください、あれ、エナジースーパーボール、本当にお願いします。最下位になりたくない。あの、私がやってる時以外の時もチームさよならじゃないにエナジーを投げてくれると嬉しいなっていうか、お願いしたい、マジでお願いします。よろしくお願いします。投げて、私ちょっとどっちに出るかとかまだ決まってないんだけど、よろしく。それでは最後にランキングを読んで終わりにしたいと思います。1位サプライズレバーさん、2位、マックミックさん、3位鉄道のエイト、あと16魂、握手会ありがとう、4時35分おきいさん、4位9時の大悟さん、5位ナンスのさん、6位クロケンアット今月はピョンズーさん、7位トラック野郎アットゴリさん、8位、あ、やばい、それバースト、あー、ちょっとあんた水民推しでしょ、推しのためにバーストはさすダメだよ、こら。8位ともゆきさん、9位こうきアット情熱ストロベリーよ永遠に、情熱ストロベリー、全然めっちゃ情熱ストロベリーって言ったのにめっちゃカットされてる言い過ぎてカットされてる10位コロポックルさん、11位朝日さん、12位中心さん、13位韓国の方、オッパーかオンニーかタムサハムニダ、ありがとう。でもめっちゃなんかやり直しめっちゃしたんですよね、このあれ体育祭、そうあれもそうだったじゃん、なんだっけ、パン食い競争もそうだったし、そうは放送されたんですけど、もともと障害物も1回しかやんない予定だったんだけど、そう時間あるからってなってもう1回戦追加になったりとかそうそうなの、シリーズももうなんかちょっとフライングしてましたみたいな、 VAR 確認したらなんかすごいなんか最初がこっちに寄ってましたみたいなのがあって、そうちゃんと公平にやるようにって言ってやり直したりとかいっぱいしてたから、もう気づいたら時間があるのでもう1試合できますが増えすぎててなんか気づいたら押してた時間そうでもすっごく楽しくて、こうテレ東さんてか、こう運動会っていうものをなんかこんなにたくさんの競技に出る運動会をしたことがなかったので、これまでそう高校の時も2個全員参加のやつプラス2個みたいなのとか、あとはそう AKB の運動会もチームメイトメンバー多すぎるからなんか1個しか出れないとかだったから、こんなにいっぱいの運動会をこうやらせていただいたのが初めてだったので、すっごく楽しかったです。また来年できたらなと思いますね。まあその時はちょっと体力落ちてるかもしれないんですけれども、またできたらなと思うし思います。ということで、それでは一緒に見ていただいて本当に皆さんありがとうございました。また来週のはまあ AKB のスペシャルって感じなんで、ぜひ皆さん見ていただければなと思いますし、来週多分その後も武道館は続くのかな、わかんないけど、きっと1日目が次ってことは2日目3日目と続くと思うし、それ以外も今後きっ
っとまだ今年ハルピョンテレ東さん出させていただけるので、ぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。また明日の配信はなんかちょっと時間あるときにします。よろしくお願いします。それではまたね、バイバイ、おやすみ、ありがとう、ドボン頑張ろうね。私は僕隊も頑張る。おやすみ、またね。